香さんの屋敷なら最近山の上の方へ引っ越したらしいですよ。私飲み過ぎたみたい。まだまだ今日の試合。ヨーロッパ、アフリカ、南米、そして日本でも。待ってください。すぐ出ますから。育った村だもんね。それにしても遅いな。パーティーが楽しみだよ。さあ服を脱いで。ここだけの話ですけど、この件は